オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。 Bonjour, c'est 大輔。 Comment allez-vous? こんにちは、大輔です。お元気ですか？本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。先の台風15号、19号では全国に大きな被害が出ました。被災された皆様、並びにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。また皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。さて、皆様にお聞きいただいているアラカフェット、実は今回でなんと300回目を迎えました。僕たち講師の何気ないおしゃべりから、日常で使えるちょっとしたフランス語の表現、アンサンブルの講師の紹介や生徒様のお手紙などを紹介していますが、お楽しみいただいてますでしょうか。毎回僕たち講師が週替わりでお届けしているフランス語レッスン、それぞれの講師によって紹介する表現に特徴がありますが、実際に使ってますか？実際に使ってみたという人は、 YouTube でご覧の方はぜひいいねボタンを押していただくか、コメント欄に使ったよーと書いて教えてくださいね。これからも講師一同、知っておくと役に立つフランス語の一言を分かりやすくお届けしていきますので、今後ともぜひよろしくお願いします。さて、アラカフェットをお聞きいただいている方は、フランス語に興味がある、フランス語に魅力を感じているという方がほとんどだと思うのですが、今日は僕にとってのフランス語の魅力をシェアさせていただきたいと思います。僕がフランス語に興味を持ったのは、大学生の頃にクラシックのフランス歌曲に出会った時。美しくて少し不思議な旋律と、その言葉の響きの面白さにビビビッときました。その時、もっと早くフランス語の学習を始めていればよかったなぁと思ったことを覚えています。フランス語の一番大きな魅力の一つといえば、その美しい発音ですよね。口から流れるように発されるその言葉はとても美しいです。リエゾンのルールや尾母音、う、ゆの発音、う、で苦戦される方も多いと思いますが、そこがまた他の言語とは違うフランス語独特の魅力ではないでしょうか。それから語尾の子音が基本的には発音されないという点も面白いですよね。パリは英語で発音するとパリスですが、フランス語ではパリ、書いているのに発音しないという点は、フランス語学習の初期段階で最も苦戦するところではないかと思います。さらに例外的に発音する場合もあったり、語尾がこの子音の場合は発音されることが多いなんていうルールもあったりして、上級者になっても間違ってしまうこともあります。
なんだとーと言いたくなる気持ちもわかりますが、逆に言うと奥が深くてずっと勉強し続けたくなる魅力ですよね。さて、フランス語には日本語と劇的に違うところがあります。僕はその部分がとても便利だなぁと感じていて、フランス語の大きな魅力の一つだと思っている部分なのですが、一体何が違うかわかりますか？文字ではありませんよ。日本語は主語や目的語を省略するので、誰の話をしているのか、前後の話の内容や空気から読み取らなければいけないのに対して、フランス語では、誰が、誰に、何を、いつしたのか、という情報を全部言わなければなりません。例えば、日本語の寂しい。フランス語では、tu me manques。君がいなくて寂しい。elle me manque。彼女がいなくて寂しい。このように言います。フランス語では、誰がいなくて寂しいのか。直訳にすると、誰が私を寂しくさせるのか、はっきり言います。文法の学習をしているときは、直接保護人称代名詞や、間接保護人称代名詞、それに、on や、いといった代名詞のルールを勉強しなければいけないので、とっても大変なのですが、一度覚えてしまえば、話を聞くときに、いちいち、この人は今、誰の話をしているんだろうな、とか、誰にその行為をしたんだろうな、などと頭を働かせなくても、言われた言葉をそのまま聞いていれば、すべての情報が含まれているので、楽です。僕は空気を読むのがあんまり上手な方ではないので、このフランス語の全部言うスタイルはすごく楽です。日本語は俳句に代表されるように最小限の言葉でたくさんの思いを伝える奥の深さがあるのに対して、フランス語は全部きっちり言うということが大切です。どちらも素敵ですが、とにかくすごく違いますよね。この全部言うは言葉の上に限ったことではなく、言いたいことや思っていることも全部言わなければなりません。基本的には言わなくても分かってもらえるは通用しません。人によって個人差はありますが、言わなきゃ伝わらないと思っておきましょう。自分の気持ちをはっきりと言葉にするのが苦手な人は、最初のうちは特に難しいかもしれません。僕も最初は本当に苦労しましたが、本当ですよ。最初のうちは自分の気持ちをうい、のんではっきりと表示することから始めて、だんだん慣れていきましょう。さあ、僕が感じるフランス語の魅力をいろいろ話してきましたが、皆さんにとってのフランス語の魅力はどんなものですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は300回を記念してアンサンブルアンフランセ代表の三上よりメッセージがありますのでお伝えします。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど
もっと早くフランス語学習を始めていればよかったと言いましたが、覚えていますか？今日はその何々しておけばよかったという表現をシェアしたいと思います。後悔を表す表現ですから、少しネガティブな印象もありますが、日常生活では非常によく使う表現ですから、ぜひ覚えておきましょう。さて、この何々しておけばよかった。フランス語では一体どのように言うでしょうか？正解は、J'aurais dû 何々。 J'aurais dû 何々。 J'aurais dû 何々。 何々の部分には動詞の不定詞を入れます。私という意味の認証代名詞 Je、持つという意味の動詞 avoir の条件法現在の je の活用 aurait、 そして何々しなければならないという意味の動詞 devoir の過去分詞 dû です。 je と aurait はエリジオンを起こして j'aurais となりますので注意しましょう。これで私は何々しておくべきだったという後悔の表現になります。文法的に言うと、動詞 avoir の後ろに devoir の過去分詞 dû が来ているので複合過去になって何々しなければならなかった。さらにその avoir が条件法の形になっているので、条件法の過去時制という少し難しい用法になって、何々しなければならなかったのにという意味に変わります。条件法はある条件下で想定される現実には起こっていないことや過程を表すときに使う表現です。何々したいのですがという丁寧な表現でも頻繁に使われますので、ご存知という方も多いと思います。文法の話ばかりだと頭が痛くなってきそうですが、要するに過去にしなければいけなかったけど結局してないという時に使いますので、まるっとこのまま覚えておきましょう。先ほどの僕はもっと早くにフランス語学習を始めていればよかったは、 J'aurais dû commencer à étudier le français plus tôt。 J'aurais dû commencer à étudier le français plus tôt. J'aurais dû commencer à étudier le français plus tôt. もっと早くにフランス語の学習を始めなければいけなかったけど結局してないので、僕はもっと早くにフランス語の勉強を始めるべきだったという意味になります。先ほど後悔の表現と言いましたが、何も後悔がすべてネガティブな表現とは限りません。例えば J'aurais dû te rencontrer plus tôt と言えば、もっと早くにあなたと出会っていればよかったなんてロマンチックな表現にもなります。また Désolé, j'aurais dû vous en informer hier
ごめんなさい。昨日のうちにあなたにそれを報告しておくべきでした。と謝罪するときにも使えます。さて、この j'aurais dû 何々、何々しておくべきだったには、同じように過去のことを後悔する条件法過去の仲間の表現がありますので、まとめて覚えておきましょう。何々できるという動詞 pouvoir を使って何々できたのに j'aurais pu 何々 j'aurais pu 何々 j'aurais pu 何々何々したいという動詞 vouloir を使って何々したかったのに J'aurais voulu 何々 J'aurais voulu 何々 J'aurais voulu 何々いずれも何々の部分には動詞の不定詞を入れてくださいね。J'aurais voulu vous expliquer moins longuement。もっと短く説明したかったのに。こんな風に使います。僕が後悔の表現と言っているので少しネガティブな印象を受けますが、実生活ではすごく頻繁に使いますし、とっても便利な表現ですので、ぜひ使ってみてください。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けいたします。おかげさまでアラカフェットはこの配信で300回目を迎えることができました。今回はこのアラカフェットを立ち上げた当校の代表三上より、アラカフェット誕生秘話からこれからのアラカフェットについてのメッセージを預かっておりますので、読ませていただきます。こんにちは。アンサンブル・アン・フランセ代表の三上和美です。今回は、アラカフェット300回記念ということで、アラカフェットの誕生秘話や、私がアラカフェットに込めている思いなどをお伝えしたいと思います。私自身、ポッドキャストやラジオを聞くのが大好きで、移動の時などはいつも何か聞いていました。やがて、フランスやフランス文化をもっと知りたいと思った時、フランスの今や文化を日本人向けに堅苦しい形ではない番組、さらにリアルタイムで伝えてくれる番組がほとんどないことに気づきました。その頃は YouTube も今ほど盛んではなかったため、本当のフランスのことを知る機会が極めて少ないことに危機感すら覚えたほどです。アンサンブルを開校して数年が経って、少し余裕が出てきたところで、私の思い描く希望の番組がないなら
作ってしまおうと思い、アンサンブルの講師陣とこの番組、アラカフェットを立ち上げました。2013年2月のことです。私も過去にラジオ番組を持っていたこともあり、番組作成の裏側や構成などの知識は十分ありましたので、始めるのはそれほど難しいことではありませんでした。しかし当初は、視聴者の方に楽しんでもらいたいと番組の構成を模索していましたが、楽しんでもらいたいという気持ちが強すぎたあまり、自分たちばかりが楽しんでしまい、皆さんにとってあまり聞きやすい番組ではなかったのかもしれません。反省を繰り返して現在の形になっていますが、お楽しみいただいておりますでしょうか。今までいろいろなアンサンブルの講師にも出演してもらいました。特に講師出演会は、フランス語の聞き取りのトレーニングになると大好評です。アンサンブルの生徒様にも多数出演していただいております。フランス語学習者の方からは、刺激がもらえるとのお言葉を頂戴しております。私が好きだったのはお便りシリーズですね。恋愛話や生活相談などいろいろ行いました。最近は以前に比べるとお便りが少し少ないのですが、いつでもお便りお待ちしておりますので、ぜひたくさんお送りください。番組内でお便りをご紹介させていただきます。今後もすぐに役立つフランス語情報をお届けしていきたいと思っています。これからもアラカフェットをどうぞよろしくお願いいたします。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。